といえば、もちろん強地がいるとキャンプですよ。以前の春は潮干狩りでしたが、あれは春イベントに水着を出せと言われた。プランナーは苦しまぎれに考えたもの、今は海の苦しみの歴史なのです。それを思い出させるのは鬼畜の所業ですよ。そんな愛情を打ち分けられましても、とにかくやり直しです。春といえば、お花見とか。インポーン、正解です。本当にそんな正方法でいいの？ストレートも必要です。わーい、お花見楽しいな、嬉しいな。余興の住人も揃えました。まずはクレーテル、さらにシンデレラ、そしてカーメルンです。すごい、最初からこんなんしか予想できない。お花見なんておかしくなったもんたちですよ。じゃあこの3人には早速予想を。うん、誰が来たようですか、これは。なるほど、まあいいでしょう。飛び込み参加も大歓迎です。ゲストを迎えて楽しくやりましょう。そうですね、とても楽しくなりそうです。とてもね。薄紅の花びらが舞う酒に似合いの風景に、突如として乱入してきたライブラリナンバーワンのアイドルとやらは、クソが100回つくようなくっそど下手な歌を勝手に歌い出した。これは聞くに耐えませんね。おい、ナルシスト、あの女を消せ。私が手を下す必要はないかと。そう言ってナルシストが指し示した先では、極度の音痴に我慢の限界を迎えたナイトメアたちが怒りを募らせていた。私の歌で踊り出したくなる気持ちはわかるけど、暴れるのはダメだぞ。ナイトメアを蹴散らした花さんとやらは、その場で軽やかにターンをして、ダンスならこう踊らなきゃ。この世のものとは思えぬ醜い歌に合わせ、心をえぐるような前衛的な踊りを始めました。めまいがしてきた。艶やかな褐色の肌を持つシンデレラさんの殺意を失わせるほどの醜悪な歌と踊り、これにはさすがの私もへきへきです。しかし
不思議なことに、綺麗な足を持つグレーテルさんだけは見入られたように歌に聞き入っていたのです。ねえ兄様、あの歌懐かしくありませんか？昔兄様と二人で過ごした夜の森で、冷たい月明かりの下で聞いた。森の奥から聞こえてきた歌。スタンディングオベーション。クソ下手オンチ女、花の歌と踊りは戦意を失わせた。怒りを抱くことすらもったいないというか、そういうレベルにまで達しているのは、ある意味芸術と言ってもいいのかもしれない。遠のく意識と視界が現実を拒否するようにだんだんと霞んでいく。すごくいいわね。もっと叩いて。会場を花色に。オンチ女の声に呼応するように周囲の木々が揺れた。そこから黄色い煙が大量に吐き出される。これは花粉。横にいたナルシストがそうつぶやいたような、そうでないような。なんだ頭が。スタンディングオベーション。その少女は歌を歌った。皆を笑顔にしたいのだと、そう笑った。
それがあまりに純粋で、あまりに無邪気で。だから私は彼女に新しい歌を教えた。その少女の声には力があった。我らの活動を促す力が。そう、我らの時代をもう一度取り戻す力が。勝利の曲を奏でましょう。スモーク焚きすぎちゃって道が見えないわ。誰か道案内してくれないかしら。これからオーディションがあるのよね。花さんはこちらをじっと見て言いました。つまり私たちに案内を要求しているのでしょう。その気配を察したシンデレラさんは冷たい声で拒絶しました。金はあんの？まあ払われても断るけど。そんな、ひどいです。花さんの泣き声に呼応して一層花粉が飛散します。これはよろしくありません。少なくともあなたの姿は美しい。私が案内いたしましょう。ありがとう。あなたお名前は？ハーメルンとお呼びください。こうしてあなたの手を取っていますが、
花粉のせいで見間違えましたね。失礼。見にくい。スタンディングオベーション。会場いっぱいに咲くサイリウムの光の花に包まれて、可愛いドレスを着た私がステージで歌を歌う。そんな未来を夢見ながら桜の木に向かって歌っていたある日、頭の中に素敵な歌が流れてきた。勝利の曲を奏でましょう。少女は夢を抱いていた。しかし少女は病も抱えていた。やがて少女の声は枯れ果てて、その儚き夢も叶うことなく。だから私はその身に命のつぼみを宿した。勝利は美しい。これ以上あのクソ下手音痴女のせいで花粉をまき散らされちゃたまらない。仕方なく私たちは音痴女を案内していた。しかしあのブラコンやけにおとなしいな。ハーメルンと手をつないでご機嫌な音痴女の後ろを歩くグレーテルが普段よりも妙に静かで気にかかる。いつもなら兄様兄様と一人でぶつくさ言っているはずなのに。あ、そのグレーテルが小さな声を上げた。兄様に花が咲きました。
カゴの中の兄様からは全く似合わないファンシーな花が咲いていた。何やらうめき声も聞こえますね。そんなことどうでもいい。兄様、兄様。でも意外と似合ってんじゃない、その花。似合って、はあ、兄様かわいいです。ねえ、ドラゴンがいるんですけど。うめき声はこれでしたか。なんとも美しくない。スタンディングオベーション。思い切り泣かせてあげる。思いっきり泳ぎたい。君の涙を。少女の顔は美しい。伸びた獅子も美しい。そして少女から漂う匂い。これは。ああ。今まで花粉で気づきませんでしたね。この腐朽は、美しくない。スタンディングオベーション。
いつの間にか桜の木の下に来ていました。そこには人の形をした植物が綺麗な花を咲かせていくつも立っています。兄様と同じ花ですよ。花が咲いた兄様と花の咲かない私、それがなんだかとても悲しい。それならお揃いになってみる？どこからか歌う声が聞こえてきます。二人で過ごした森の奥でも聞いた声。あの時兄様は近づくなと言ったけど。じゃあ願いを叶えてあげるね。兄様、私はあなたと一緒がいいのです。ブラコン。誰かが叫んでいるけど邪魔しないで。私は今とても幸せなのだから。あいつ花に寄生されたのか。花を咲かすグレーテルさんもまた美しい。あんたも頭に花を咲かせてもらえば。それも良いですね。きっと美しいでしょう。嫌味が通じないのか、このナルシスト。勝利は美しい。突然現れた予定外の乱入者。歌に合わせて撒き散らされる大量の花粉。しかも思考を惑わすおまけ付きとくれば、異変の原因は明らかだ。どう考えてもあんただろ。武器を突きつけると音痴女は震えた。違う。もうメルちゃん助けて。残念ながらあなたからは腐臭がする。大変醜い匂いです。私に助けられる価値は血を這う虫ほどもありません。ハーメルンの言葉に息を呑むと、音痴女は派手に笑い出し、お前ら全員花人形にしてやる。義士と同じくらい醜く顔を歪めた。みんな私の歌を聞かなかった。だから花人形にしてやったのよ。どう？これなら黙って歌を聴くでしょ。人形にしなけりゃ聞いてもらえない歌なんて、あんた才能ないんだよ。それだけの話だろ。なのにアイドルを名乗るとは、
ああ、醜い。私はアイドルになりたかった。満員の会場で光の花に囲まれて楽しそうに歌うアイドルに。だってみんなの笑顔が見たかったから。病気がちの私の周りには悲しい顔しかなかったから。生まれ変わったら今度こそ。そうつぶやいて少女は光の中に消え去った。結局この少女もダメだった。確かこれで34人目だ。それにしても笑顔を見たいと言いながら自分が見られることが目的になるとはまさに本末転倒。しかしこれだからこそ人間は面白い。では私は次の苗床を探すとしよう。手始めに少女を殺したあの三人を。燻製に使うチップはもちろん桜です。